今日のゲストでございます。いきなり紹介するのすごい ね、 ねフォーク村の元祖といえばこの方でございます。吉田拓郎さんです。昔ですね、僕があのあるあのお年寄りの方とある曲を歌ったんです。それはあの、君に会ってからというもの僕はっていうですね、長い歌なんですが、それをまあ僕とある日で僕らが出会ってから一体どういう人生を僕たちは今間違った人生を歩んできたかということをこれから歌にして大変な人生が出てまいりますので、お聞きいただきたいと思います。じゃあしっかり歌詞をかみしめて、はい。まずは僕の高校時代の話から聞いてください。都立の進学校に入学したフォーク少年はすぐに挫折して落ち込む毎日だったのですが、たまたま森君から借りたイメージの歌に救われたのです。自然にあふれる秩父の荒川村から15の春に東京へ出て明治学院高校に入学。寂しい心を慰めてくれたのはサイモンとガーファンクルでした。でもしっくりきたのは村田秀夫の王将でした。あの頃僕はフォークが大嫌いで、ロックばかりを聞いては飛んがっていました。痩せない希望のない灰色の高校時代は、侍の坊主頭に救われた。残念ながら僕は桜井の坊主頭を見ていないのです。僕が見た桜井は当時流行りのウルフカットでした。山の楽器のフォークコンテストで知り合ったのですが、その時坊主頭だったら友達にならなかったでしょう。坊主頭坊主頭ずっと言ってますけど、ずっと坊主頭だったわけではありません。初めて高見沢に会った時にたまたま坊主頭だったので、高見沢は僕のことをお寺の息子だと思っていたみたいでした。しかし坊主頭なんてどうでもいいんです。このサイン問題はあいつの高校時代の成績なんです。本当に前代未聞の低学力でしたね。こいつとは一生友達にならないと僕は思っていました。成績のことは僕も人のことを言える立場じゃないのですが、俺でも中学までは優等生だったんです。高校でなんか悪いものでも食って当たったのでしょうか。挙句の果てには大学入試の試験日を間違いました。それは相当コンフィデンスを作ったのはこの僕です。しかし坂崎が入ったのも高見沢が入ったのも、僕は全く知らずそれなりにある B30 リーダーの経験がないのはなぜか僕だけです。リーダーリーダーって言いますけど結構大変なんですよ。まずリーダーには知能指数が基本求められますし、あなたのようによって人に迷惑かけるようなやからに
まだまだリーダーは無理なので、もう少し僕に任せてください。じゃあデビュー話、デビュー話、デビュー話。そんな僕らもデビューに向かって着々と準備が進められました。フォークかロックかはたまたアイドル路線か、結局方向性はガロジュニアスペシャルでした。念願のデビュー曲夏シグロ、ボーカルはなぜか高見沢はこんなことなら僕は坊主頭のまま王将でデビューした方がマシでした。しかし僕だってギターでバンドに入ったのに、突然のハンドマイクはとっても辛かったんです。こんなことなら僕も桜井と同じように王将でデビューした方が良かったかなんて思いました。ちょっと待てよ高見沢、王将はいかがなものでしょうかね。それも3人でハモって歌うのでしょうか。結局僕らにはポリシーがなかったのです。そういえばアルフィーって名前も誰がつけたんでしょうかね。そんなこと僕に聞かれても困ります。なぜならその頃僕には何の決定権もなく、30年経った今でも僕には何の決定権もありません。そういえばアルフィーの前にシドという名前になりそうでしたよね。シドだったらきっと30年も続かなかったでしょうね。そういえばデビューの時のキャッチコピーもひどかったですね。ロマン・ハルフィー、失われたロマンを求めて、今アルフィーの旅が始まるでした。しかしその旅はなかなか始まりませんでした。始まりそうな時に発売中止ってのもありました。新しいレコード会社に移ったのですが、そこでもなかなか旅は始まりませんでした。念願の再デビュー曲ラブレター、またまたボーカルはなぜか高見沢、やっぱり僕は坊主頭、王将でデビューした方が良かったのでしょうか。ラブレター歌ってくれよかったの。そうだよ、桜井歌ってよかった。そうだよ、そんな今頃言われたって。あ、そう、あの時は高見沢君のルックスで勇士だって言われて、僕は立場がなかった。そうそう、あの時もそうだっけ。この音楽業界って嫌いだ。ラブレターも結局はパッとせず落ち込む毎日でした。ディレクターからは売れる曲をかけと強要され続け、精神的に追い詰められた。70キロ近くあった僕の体重はみるみるうちに痩せてしまったんです。初めてアルフィーを見た時、ああ当分は売れないなと思いました。でもトークとかはとっても面白かったから路線を変えてみたらって思いました。坂崎君は林家三平みたいで、高見沢君は栄養失調のサラリーマンで、桜井君なんて敵屋のおっさんかと本当に思いました。
ンと思ったんですか、タコさん。そうですか。ひどい。サラリーマン。確かにね。そのような。おっしゃる通りです。タクロさん。代表曲もない僕らの当時のステージでは、自分たちでメンバー紹介をするときには、オカマとヤクザとコメディアンって言ってました。飲み屋で幅が利かないからと高見沢に説得され角刈りにしました。満員電車に乗っても誰も押してこなくて快適。でも本物が前から来た時思わずサングラスを外しました。怖っちいな、怖っちい。本物は怖いぞ。何をやってもダメな僕らが考えた最後の手段は、強い者に媚びを売るという姑息な考え方でした。さあ今はどうでしょうね。あの頃一世を風靡していたスーパーアイドルのタノキントリオにあやかってニックネームをつけました。桜井マサルのマ、高見沢俊彦のタ、坂崎幸之助の先、三人揃ってマサキトリオでした。情けない。ひどい。売れるはずがないよ。売れない悩みなんてものに全く無関係の僕は、すでにスター街道をまっしぐらに進んでいて、嫌な感じ。毎日若い女の子に囲まれて大満足。夜は六本木銀座で大風呂敷を広げていました。そうですか、拓郎さん、大風呂敷ですか。僕らには風呂敷を買うお金はありませんでした。高見沢は正月から水しか飲めない生活だった。桜井なんて25円で旅に出たこともありました。当時の僕たちの所属事務所は六本木にありました。言うなれば六本木は僕らの庭みたいなもので、月に一度の贅沢だけど、ライスおかわり自由のサクソンの野菜カレーも食べたわね。六本木といえば拓郎さんによくごちそうになりましたね。キャバクラからキャバクラ、ディスコからディスコ、でも女の子に少しも声をかけてもらえず飲んでばかり。本当のこと言うといい迷惑でした。早いよね。そのディスコを出て向かい側にあるイタリアントマトっていうレストラン、お茶のアイスクリームを食べて僕は PP になり、この店でも僕たちは誰からも振り向かれませんでしたね。お互いに拓郎さん、そういう君たちはアルフィーじゃないのかってやったのに。さっきね、誰も声かけてくんなかった。俺もね、いやー拓郎さんとか言って、アルフィーじゃないか。至近距離でやってましたよね。やってたけどね、かけてくんなかったんですよ。みんな引いてたんじゃないの。引いてたのかな、酔っ払ってから、うん、怖かったもんだって。そうだ、全員泥酔だよ。でも PP になります、普通。ペペ僕ちゃん帰るんだけど、俺はね、あの日は本当にね、あのイタリアン、イタトマのね、かぼちゃのアイスクリームはね、そうですよね、当たったな。急に来たんだよ、本当に飛んで帰って PP だ。情けなかったわ、あれは。
そういえば僕らが初めてきちんと拓郎さんとお会いしたのは例の覆面バンドがオールナイトニッポンに呼ばれた時でしたね。人間なんてをマンなんてと訳す謎のバンド、夜中に4人で大笑いしてるだけの番組でした。その後真夜中だというのに横浜の自宅にお邪魔しましたね。白いピアノをかたどった豪邸だったらしいのですが、暗くてよくわかりませんでした。そうだ、そういえばあそこにいた拓郎様の奥様は先生で有名な森雅子さんでしたよね。違うよ桜井、あれは夢は夜開くの藤恵子さんでしょ。いやいや、あの方こそが赤い風船で有名な浅田美代子さんですよ。まいったな、もう人の奥さんは勝手に帰るなよ。そういえばあの時高見沢君は美代子さんの作ったカニの爪をあげたのが妙に気に入ったみたいで、帰るまでずっとカニとじゃんけんをしてましたから。そうなんですよ拓郎さん、高見沢はずっとカニ相手にパーを出してました。その横で桜井は普段はあまり飲まない酒をここぞとばかりずっと飲み続けてました。おお、そうなんです、普段飲めないお酒をたくさん飲んでいました。一つ気になったのは美代子さんの不機嫌な視線。まさかそれがあのような悲惨な結末になったのでしょうか。僕らが原因であの家も取られたんでしょうか。本当みたいだよ。本当に何軒目ですかね。何軒目だろう。あげられるに家があるだけいいよね。いいよな。はい、あ、俺か。それがきっかけで拓郎さんと共演することになりました。あの恐怖の大阪球場でした。始まる前からホテルの部屋で酒盛り大会、出る前から僕はベロベロ、はっきり言って迷惑でした。君たちだけじゃありません、僕だってベロンベロン。楽屋で矢上純子さんとご挨拶をして、あ、矢上です、よろしくお願いしますと言われて、あ、拓郎ですと言いながら、うえそれから会ってないんですか。それから会ってないんですか。あ、それから会ってないんですか。いや、もう会えないですよ。あれびっくりしたよね。ご本人どう思ったんでしょうね。いや、ちょうど僕トイレでおえって言ってるで出てきたんですよ。で、矢上さんが入っていらっしゃって、僕手洗おうとして矢上さんが、あ、こんばんは、はじめまして矢上と申しますって、僕も初めてだったね、はじめまして顔見た瞬間にまた、それはもう本当に矢上さん、その後お会いしたことないですけども、お元気でしょうかね。結構元気でいると思いますよ。多くの方に迷惑をかけて生きてることが分かってきました。そうこうしてるうちに僕らも少しずつ芽が出始め、会社の待遇も良くなってきました。あとはヒット曲をどう作るかということで、あの地獄のミーティングが始まるのです。事務所の社長はあのスパイダースのドラム田辺さん。小さい頃は優しそうな顔で憧れてたけど、
見ると聞くでは落ちない。あんな厳しい人は他にいません。怖かったね。また違ったね、イメージはね。怖かった。俺なんか下駄の鼻緒って言われましたからね。まだいいよ俺。下駄の鼻緒はいいよ。その通りだもん。お前よくそんな顔して人。タコ超人と会議で田辺社長に言われ続け、僕はある朝タコになっていました。行き場のないタコ壺のような会議室の中で、本当に証のたこ焼きになってしまいました。そういえば君たちのその後の新しいオフィス、新しい社長さんのもとで君たちも頑張ってきましたよね。ああそうだ、今の関口社長さんも昔はやっぱりつるんとしたタコって呼ばれてました。関口さんいるじゃないですか。来てますよ。俺は生きて帰れなかった。おかげさまでメリーアンがなんとかチャートインし、ライブツアーも毎年できるようになって、歌では売れないと言われた僕らも成長しました。そしてあの覆面バンドビートボーイズも成長し続けていたのです。あ、思い出した、ビートボーイズは踊るグループです。俺確かリーダーだった。でもリーダーらしいことを一度もしてないし、やっぱり発言力なかったし。そういえばあのグループの踊りを見たことが、原因で拓郎さんは病気になったんだという衝撃的なメールを僕はもらいましたが、それは本当なんでしょうか。字余りだ。3人で踊るなんて君たちは血迷ってしまったのかと思って、日本のバンドももう終わりなんだなと僕は泣きました。必死になって踊っているあなたたちを見ていると、ああジャニーズの連中って本当に若くて美しいと思いました。本職ですから。なんでさ、あの頃あんな時期になってさ、踊ることになるわけ。流れが変じゃん、流れが、はい、僕らもジャニーズに入りたかったんですよ。なんで踊ったんだろうね。なんで踊ったんだろうね。順番が最初に踊ってるのは別だけど、いきなり楽器こうやって踊り始めたらさ、普通びっくりするじゃん。あんまりいないですよね、そういう。いや、あんま普通ないよ。だからやったんだ。俺驚いたよ、あの時は。そうですよね。腰抜かしましたから。当時でも踊りは厳しかったですからね。一曲以上は踊れなかったですからね。あれ、いくつぐらい ?30 中盤だった。30代。30代でしょ。35ぐらいか。そう、中盤。そう、誰がそう言い始めたの。すいません。それは例えば高見沢、おい、踊ってみようかって言うの。ねえ、一度君らなんて言うの、その時に。そうしようって言うの。ああ、やってみっか。いや、ジャニーズつながりで、うん、あのラブラブ愛してるに誘ってくれてありがとうございました。一緒に仕事ができるなんて夢のようでした。でもそういう時は企画の段階で声をかけてくださいね。新聞発表で自分の名前を見た時唖然としました。知らなかったの。新しい番組の近畿キッズで吉田拓郎で始まるって、すごいな。高中正義、坂崎幸之助って写真が出る。俺出るんだから。もういいですね。そういうもんですよ。高中さん、そう、アルフィタクロウさんから長い長い手紙が届きました。テレビを一緒にやらないかという
お誘いでした。君こそテレビ向きだと説得されて僕に任せろと言われましたが、始まった途端全部任されてしまいました。ちょっと誘うとこまではすごい企画は分かるんですけど、ね、すごいです。そう、現場に行くと任せるっていう習性があるみたいな。俺が全部やるから高見さん、こう横にいるだけでいいからここにいてくれ、俺が全部やるから言ってたの、お前やったこれ全部、はいはいはい。そうそう、ラブラブも3回目の時に坂崎変わってくれてたんですよ。そうそう、ラブラブさん、俺飽きちゃうんだよな。わかります。僕も結構飽きっぽいですけど、高野さんの飽きっぽさにはかないません。3日目ぐらいに飽きるね、大体ね。もっと早いですよ。早いかね。3日どころじゃないですよ。ただその前ものすごいやる気あるんだよ。そうですよね。だからすごいいいもの作ろうと思うんだけど、企画なんかすぐやる気あるんですよね。すぐ根っこけるの。始まった途端ですよね。飽きっぽいな、なすごいな、ごめんな。いいえ、いいや、いい経験をさせていただきましたね。大変だったことはわかるけど、結構長く番組続きましたよね。坂崎もラブラブでレギュラー、僕は待てど暮らせど拓郎さんから連絡一度もありません。今度やってもらうな。今の話聞いてたら連絡しないでください。さて、アルフィーの3人は趣味っていうようなものはあるんですかね。突然変わりましたね。例えば僕は南国の植物が大好きで、ハイビスカスやブーゲンビリアを愛おしみながら、イエローキャブ系の写真集の上に乗って喜んでます。僕にはいろんな趣味があるのは有名ですが、実は本当の趣味は桜井なんです。密かに横まで楽しんでます。楽屋での筋トレ、キャッチボール、スーツの裏地の柄、あれはすごいな、あの柄はすごいな。初めて告白しますけど、僕の趣味は高見沢なんです。長い髪にリンスもしてみたいし、なんといっても白い肌。俺たち変になるぞ。変だろ。やだ。ありがとう。僕も桜井の濃いひげも素敵だと思っていました。それでは僕の趣味をここで告白しましょう。僕の趣味は僕らの歌を見つけてくれた目の前のファンのみんななんです。嫌なやつなんだ高見沢君。なんて気持ち悪い趣味なんだ坂崎君、桜井君。アルフィーの真実がこの歌の中で見えてきましたか。ではそろそろお別れのメッセージをどうぞ。メッセージ、メッセージ。長々と歌ってまいりましたが皆さん、結局僕は何が言いたかったかというと、僕が何を一番見たかったかというと、それは桜井の坊主頭。心配しないで幸之助ちゃん。ちゃん髪は長い友達のはずなのに、僕の場合意外と短い友達みたい。
遅かれ早かれ見られるよ坊主頭。そんなこと言うなよ桜井マサルちゃん。なくなったら僕の髪を半分あげるからね。アルフィーは君の声で持っているんだよ。自然に坊主になってもぜひ乗っけないで歌っててください。もう一回いいですか。じゃあ拓郎さんに頼んだ。それにしても拓郎さん元気になられて本当に良かったです。入院されて少しは謙虚になったと聞いたんですが、この間飲んだら全く変わっていない拓郎さんでした。やっぱり謙虚なんて言葉は全然似合わない。いつまでもそのままでいてください。拓郎さん、さようなら、こちら。さようなら、幸せにあなたが生き